刺さる人には刺さる。どうも、じゃあ篠原です。今回はですね、まあ刺さる人には刺さるニッチ教材ということで、まあとにかくニッチ、つまり万人受けはしないってものですね。ただこの局面になったら必ずこれを使えというようなものを紹介します。まあだから誰まで使えってわけじゃないですね。もうこの人はこれ使ってください、この人はこれやりましょうっていうようなものですね。まずですね、京大を受ける受験生で英語の単語力をつけたい場合、即単の上級です。でこれがですね、非常にニッチな需要がありまして、即単の必修があるじゃないですか。で必修はあれはもう誰が使っても効果があるであろうっていうようなものなんですね。言ったら高校生だったらまあね、高1のちょっと難しい大学狙ってる人から使えるような、そういう誰が使ってもおそらく効果的であろう、そういう教材でものすごくいい教材なんです。でその上がこれなんですけど、これになると途端に超難しくなって、もう本当に京大志望でかつ英単語力をこれから鍛えたいって人のみになります。これ何がそんなに難しいかなんですけど、載ってる単語のレベルももちろん高いんだけど、その方向性がやっぱりこの東大の難しさと京大の難しさって別で、京大の難しいものを出すんですね。でまた京大の難しさと早稲田慶応の難しさちょっと違って、早稲田慶応はどちらかっていうとよく使う、まだ英字新聞とか載りそうなやつを出すんですが、京大ってやっぱ論文でよく出る単語を出すんです。で、これはですね、その京大でよく読むその英語の論文でよく出る単語をよく載せてるっていう教材で、逆に言うとこれぐらいしかないんですよ。言ったら他の教材って基本的にそのいろんな大学に対応しようとするじゃないですか。だからまあ難しい難単語系のやつ、例えば英語鉄壁とかっていうのはどこで使ってもまあそれなりに効果があるって感じなんですけど、京大にはあんまり刺さらなくて、でも京大にはこれが一番刺さるっていう感じで、ぜひですね、即単の上級は今後ずっとこの路線で行ってほしいなと、京大卒業生としてはそう思うんですよね。まあ非常にいい教材です。まあただ、京大志望者以外は使わない方がいいんじゃないかなっていう、難しいんでめちゃめちゃで、基本レベルも固まってないと全く意味がないですから、そんな上のレベルのことをやってもしょうがないから、だから正直これ一冊やり込んでも多分試験本番、分かる単語というか知ってよかったなっていう語彙力1個ぐらいだと思うんですよ。でもその1個知ってるか知らないかで合否分かれるっていうのは京大なんで、京大受けるんだったらやってくれというところですね。2つ目がですね、東大のリスニングでしかもそこそこ取れるけど、まあ15問中9ぐらいは当たるけど10以上当てたいっていう人が使うのがこれです。キムタツの東大英語リスニングで、まあこれ実はですね、例えば東京外大とかあるいは阪大の外語とかみたいな感じで他のリスニング、難しいリスニングを勉強するのにも、使えます。一橋とかのね。で、まあどういう教材かっていうと、バチバチの難問ですね。で、まあ東大英語リスニングっていうことで書いてるんですけど、まあ東大を強く意識した英語のリスニングの教材なんですが、東大を受ける人、特に文系だったら英語やっぱり取らないといけないので、英語でまあ取りたいっていう受験生は特にこれを指定することが多いです。でただですね、これなぜニッチ教材かなんですけど、こんなのやらなくても大体なんか取れるんですよ。例えば俺の生徒で言うと、大体東大の問題だったらまあ大体12とか当たるんですよね。15分の12ぐらい当たると。でこれをやらなくてもそんぐらい当たるんです。プラスね、過去問とかやればそんぐらい当たるんですよ。でじゃあいいじゃんって話にならないですか。東大のリスニングでそんぐらい当たるんでしょと。でまあああいった東京外大とかも解けるわけですよ。じゃあ別にやらなくていいじゃんって感じなんですけど、もっと取りたいと、もっとリスニング得点源にしたいんだ、絶対、12ファン当てたいんだと、調子いい時に12じゃなくて毎回12にしたいとかだと、まあやりますかみたいな、まあ、そういう教材で、これはね難しいっすよ。まあだから二次試験でリスニングが出て、かつ英検11受かるぐらいのリスニング力あって、過去問演習もそれなりにやってなお暇っていう、もうこんな人あんまりないですからね。そういう人がやるのがこの、キムタツリスニングのスーパーです。まあスーパー以前の赤色の無印だとか、白色のベーシックだとか、これは結構やる人多いと思うんですね。なんですけどピンクまではねなかなかたどり着かない。まあたどり着かなくても過去問解けるからいいじゃねえかって思うというようなところなんですが、もし、リスニングで誰も解けないようなリスニングまで聞き取れるようにしたいってことだったら、まあおすすめというところです。3つ目、
スタンダード演習ですね。で、このスタンダード演習ですね、なぜか知らないけど、まあ、有名というか、使いたいって人が、まあ、ちょこちょこいるんですけど、まあ、俺は毎回疑問を呈します。というのもですね、めっちゃ難しいんですよ。で、めっちゃ難しい上に、解説とかも、まあ、1対1対応の流れを組んでる教材、大学院の数学ですから、流れを組んでる教材で、ですね、もう、鬼ほどしんどいんですよね、読むのが。だから分かりやすさというよりも、数学の専門書の流れを組んでる教材で、わざわざやりますみたいな教材です。で、これなぜ俺がこれをニッチ教材として思うかっていうと、これを使うことになる時って、まず、まあ、チャートとかを固めました。で、チャートの後、まあ、1対1対応をやりました。で、その後、プラチカとかの応用をやりました。過去問をやりました。で、理系だったら、優しい理系数学とかね。まあ、こういうのもやりました。まあ、人によってはこれ、ハイレベル理系数学とかもやりました。で、微分積分があれだったら、微分積分の極意をやりました。の後とかなんですよ。みたいな、そんなことまでしますっていう。で、使いたいと言うんだったら、まあ、それは、まあ、俺としては受験計画作るプロですから、まあ、頑張れと、やってくれっていうふうに言いたい一方で、まあ、プロとして、いや、それやっても点数上がるかなっていうのもあるんですね。だから、やりたい分には、やりたいと思ってるのを基本的にやってもらうんです。本買ったりとかしてたら、その買ってる、もう気に入ってるレイアウトとか気に入ってるやつを使ってもらってるし、っていうふうに、まあ、思う一方で、その一方でなんですけど、やる、マジでと。これ、結構薄いですけど、これやるとなると3ヶ月とかかかるよと。3ヶ月やるこれ。本当にっていう風に、まあ思うかな。で、まあ大体ここまでたどり着かないですね。ほとんどの人はやらないでしょう。で、やったとしても、もう本当に数学が好きで得意で、まあ数学を得点源にしたいというよりも趣味だと。で、他の教科もまあまあ完成していると。英語も、まあ理科も、数学ももちろん取れると。で、っていう時に、まあ、趣味でやりますと。力を落とさないためにやりますとかだったら、まあまあ、ありかもしれないですね。なんですけど、これさ、俺あんまり指定したくないぞ、正直。しんどいからですね。まあもちろんね、その、東工大とか、そういう難関大、まあ東大も京大もそうですけど、そういう大学行きたいと思った時に、まあ、わかんないじゃないですか。何をすれば受かるのかが。で、わかんないから、つい、難しいこと、応用問題をいっぱいやりたくなるんですよ。わからんもんだから。いろいろやればいいだろうって思いがちなんですけど、実際受験勉強ってもっとシンプルなんですよね。これだけ最低限のことをやりましょうっていうのがあって、それをこなしてくれれば、あとは足りないところはちょっとずつ補っていきましょうっていうのが受験勉強なんですよ。だから、まあ、大したことない人というか、そういうね、あんまりよくわかってない人だと、全部やれって言うんです。で、それは全部やれって言ったら、まあ、簡単だから。それはね、なんですけど、でも、俺みたいなプロからすると、何を削るのか。受験は、受験時間、試験までの期間は有限だから、その中で得点を最大化させるために、何を削って何をやらないことにするのか。全部やれっていうのが一番無責任だと、俺は思うんですけど、まあ、これをもし、やるとしたら、相当数学が好きな人。で、かつ、まあ、もう、そんなね、他の教科も完成してて、っていう人、もう黙ってても他の教科は大丈夫って人だったら、まあ、ワンチャンありかな、みたいな。だから、本当にニッチな教材。まあ、いいんですよ。すごいいいんだけど、まあ、ニッチかな、って思います。さあ、そしてですね、ニッチ教材の中でも、特に、すごいなと思うのが、これですね、鉄力会の東大数学問題集です。で、これに関してはですね、なぜすごいと思うかと、お値段が1万5000円ですよ。1万5000円ですよ。1万5000円の参考書なんて他にあるか？まあ、あるんですよ。何かっていうと、超昔の過去問ね。超昔の過去問、Amazon の中古調べてみてください。2、3万しますから。だから、俺この辺とかいっぱい持ってるけど、多分、それ見てもらったらすげえな篠原って思うと思う。めっちゃ金かけてるなと思うと思うんですけど、これはですね、新品で別に古いわけでもなく1万5000円と。でですね、載ってるのが1980年代からずーっと東大の過去問が載ってるっていう、めちゃめちゃな教材で、超すごいっしょ。
これを言うとね、それは大学の過去問だったら25カ年、まあ、27カ年とか、あるいは京大の英作だけ載っけてるみたいなの、まあ、ニッチな教材じゃないですか。なんですけど、これにはちょっと勝てないと思う。で、というのも、これもう研究用ですよ、これ資料ですよね、もう過去問集というよりも。受験生がこれを買ってやるっていうよりも、むしろ、こういう、まあ俺みたいな指導する側にある人が、あ、昔からこういうのが出てるんだな、あ、この問題に似た類題25カ年には載ってないけどこういうのもあるんだなっていうのを、まあ見たり聞いたりして勉強する用のもので、まあ使うとしたら東大受ける、25カ年やった、まあもちろんチャートとかそういうのも基本的なのもやった、1対1とプラチカもやった、でさらに、まあこのこういうのもやりました、でさらにこういうのもやりましたの後、載ってない、やつですね、25カ年とかないやつで類題がないかなって言って探すみたいなもので、これの出番は果たして来るのかと、いやー、ないんじゃないですかね。まあ今回ね、紹介した5つに関しては使わないわけではないと、使わないわけではないんだけど、使うとしたら非常に限られた場面、非常に限られた状況下で使いますよと。で、やればものすごい効果的なんだけれども、例えば、まあ、さっき言ったこのスタンダード演習に関しては、やるとしたらものすごい時間がかかるよと、そんなに時間かける暇あるんですかっていうこととか配慮しないといけなかったり、例えばこのキムタツのスーパーに関してはこんなもんやらんでも、合格点は多分取れるんですよ、大体の大学で、大体の日本人大学で取れると。で、例えばこの速単の上級に関しては京大でしか使えない、でしかも京大対策でこれやったとしても、試験会場でこれやってよかったなと思う単語はまああって1個ですっていうようなものを紹介しました。なんだけど、その1個がやっぱり大事だったりとか、東大のリスニングで一問当てるってことはでかいっていう状況下だったりだとか、あるいはもう他の問題演習も散々やっちゃったという人とかだったら、刺さるし、その局面でやるんだったらめちゃめちゃいいよっていうものですね。これに関してはもう資料です。東大の、東大のファンだという人はいいかもしれないですね。はい、受験勉強でこれが出てきて、どうこうってことはまあないかな、と思います。まあ、東大のプロになりたいという人は、まあ、いいかもしれないというところでした。どれもね、すごいいいんですよ、すごいいいと思うんですけど、まあちょっとニッチかな、そんなに誰までが使いましょうってものではないというところですね。今回のこれで以上です。ご視聴お疲れ様でした。